スーパー GT500 クラスに新風を巻き起こす注目ドライバーを直撃。世界レベルのレースをやってきたので、そこの経験をやっぱり生かしたいなっていうのが。大いなる野望を抱き、新たなシーズンに挑む男たちの決意とは。とその前に、 GT プラス流インプレッション、気になる車にロックオン。GT プラスが今気になる車をピックアップし、徹底的にインプレッション。あ、これは GTR ってね、わかりますね、このシルエットだよね、やっぱり。今回は進化が止まない日産 GTR ニスモとメルセデス AMG GT にロックオン。これは楽しみだね、はい、なんといってもやっぱ昨シーズンの GT300 クラスで、チャンピオンを争った2台ですからね。そうですね、ワクワクしますよね、うん、これ横溝さんはこの2台どういった印象ですか？GT のマシン の、はい、あのベース車両になっていて、素性の良さもそうだし、はい、こう見た目はもう見慣れてる、はい、まあ、クラシックというかね、慣れてる感じですけれども、はい、年々進化してきてますよね。こうもう並んでると、はい、やっぱりもう今にも戦いが始まりそうですね、うんうん、ね。いや嬉しいな、今日のインプレッションはこれ。なんか東西って感じしますね。東西東西こういう徳川なんとかみたいな、ちょっとよくわからないから早く乗りたい、もう先進んでいいかな。1969年に産声を上げ、日本のモータースポーツ史で輝かしい歴史を刻んできたスカイライン GTR。 2007年、現行の R35 型が誕生。スカイラインシリーズから独立し、独自の開発チームが設けられた。エンジンはもちろん、プラットフォームに至るまで専用設計が行われるようになった。そして2014年、満を持して世に送り出されたのが最強最速グレード GTR ニスモ。一方、メルセデス AMG GT が生まれたのはその翌年。 F1 をはじめ世界のモータースポーツで技術を磨き、メルセデス・ベンツのチューニングを手掛けるのがメルセデス AMG。独自開発した市販モデルはわずか3車種、うち1台がこの AMG GT。 なんと F1 のセーフティーカーを務めている。これら市販モデルをもとに開発されたのが GT マシン。スーパー GT300 クラスでこの2車種が顔を合わせたのは2016年。以降5シーズンで AMG GT がチャンピオン獲得2回、 GTR が1回と激しい争いを繰り広げてきた。このレースで培った技術がフィードバックされ、市販モデルは進化を遂げてきた。レーシングカーに乗ってる感じがすげえあって、今回チェックするのは日産 GTR ニスモの2020年モデル。そして最新モデルにして番組初登場、メルセデス AMG GTC。 この2台の進化と実力に迫る。どっちもザ・車って感じじゃないですか、うんうんうん、で僕思うのが、うん、まあこの GTR のこの箱型の感じだったり、はい、こっちの、GTC のこう、うん、ロングノーズの雰囲気ってどこかやっぱクラシックな感じがしますよね、うん、GTR ニスモが生まれて7年、エクステリアデザインは進化が止まない最新技術が盛り込まれ、細部にまで変更が加えられてきた。フロントグリル開口部拡張による冷却性能の向上、バンパーサイドの形状変更による空力性能の向上、さらに2020年モデルはフロントフェンダーが一新された。前から入って、はい、それでここから綺麗に抜けていくようにすることによって、はい、空気抵抗がなくてこうダウンフォースを稼いだりとか、うん、そういうようなね形になってるんですけど、やっぱブレーキがね、うん、やっぱねでかーっていう、うん、素材がスチールじゃなくて、うん、あのカーボンになってるし、うん、レースでこう培ってきたデータがやっぱこのニスモのバージョンに踏襲されていて、うん、こういう形になってるという、
こちらはスーパー GT500 クラスで使われるカーボン製ブレーキ。スチール製のものよりおよそ6キロも軽い。2020年モデルはブレーキローターを大きくし容量を増やしているが、カーボンにすることで軽量化を実現している。毎回そのアップデートされてるのが楽しみですよね。すごいですよね、年々ですからね。それも、松田さんがサーキットでその速さをめっちゃ追求してたじゃないですか、この車で。2019年度でもめっちゃ速かったけど、さらに速いみたいな。20年度そう、すごいですよね。あとこれめっちゃ軽かったイメージがある、ボンネット。あ、ボンネットね、めっちゃ軽かった気がする。カーボンでできてる、ね、カーボンの車みたいな、かっこいいですよね。しかしどんなに進化しても堅くなに変えないものがある。 GTR はこう見てもう後ろだけでも、ね、あ、これは GTR ってね、わかりますもんね、うん、このシルエットだよね。やっぱり4灯の丸型テールランプ、これはスカイラインの時代から続く GTR の象徴。2020年モデルのカタログはこのリアビューで始まるのだ。続いてメルセデス AMG GTC、 トップグレードは2017年に登場した GTR。 GTS に代わりそれに続くグレードとなったのがこの GTC だ。この AMG のね、うん、このロングノーズ。そう、ロングノーズね、これが見たくないですか最近。最近はだから、あの世界のスーパーカーって、はい、大体背中にエンジンが乗ってるミッドシップの車が多い中で、はいはい、この前にエンジンが乗ってるってね、はい、長い、長いんだよな。でもかっこいいね、うん、おお、重いですか。うん、軽い軽い、あ、軽い軽い、うん、さすが。ちなみにここのプレート、はい、この AMG はそのエンジンを組み立てた人のサインが入ってるんです。どのエンジンエンジニアが組み立てたかっていうのはこのプレートを見ると分かるんです。これは日産 GTR も同じ、なんと職人の手によって精密に組み上げられている。そして手前にあるように見える AMG のエンジンだが、重いシリンダーブロックはより後方に搭載されている。ドライバーの近くにこう重たいものを集中させた方が車のバランスが取りやすかったりするんで、前にエンジンが乗っていても限りなくこう運転席にエンジンが近い方が運転しやすいし、車のパフォーマンスも上がったりするんでね。さらに軽々、おー、開放的だね。すごいすごいすごい、びっくりした。え、こんなに筒抜けなんですか。ね、でも筒抜け。まあこのここからね見る景色もねなんかいいよね。いい、うん。なかなかこういった開き方するのってないですよね。うん、この全部がこう確かにね、うん。広いラゲッジスペースは GT カーの魅力。このえぐれた部分は大きく張り出すボディ形状を生かしたもの。では走行インプレッションでその実力を見てみよう。まずは GTR ニスモ2020年モデルから。600馬力というパワーはデビュー当時と変わらないが、ルーフをはじめとした軽量化や空力性能の追求がなされた。さらにサスペンションセッティングなどの見直しによってトータルバランスが向上されている。まずは横溝からドライブ。いきなり R モードに入れ最大のパフォーマンスを体感。おいおい、やっぱパワーあるな、うん、っていうかね、GTR は、はい、GT500 も、はい、GT3 も、はい、乗ってるんですけど、はい、市販車のニスも俺初めてなんですよ。え、そうなんですか、うん、なんだ、じゃあ僕の方が先輩じゃないですか、うん、そうだよね。実は中尾2014年モデルに加え2020年モデルをサーキットで試乗し、その進化をすでに体感済み。より軽快に上がってくれるんで、
あ、軽いね。軽い。軽い。第一印象が軽い。エンジンのフィーリングが軽いし、見た目が割とね、箱型のもうごつごつな感じするけど、そうそうそう、走ると軽い。おお。あ、このシフトアップシフトダウンの、はい、これもすごくレスポンス良くて、はい、こう自分がこうシフトしたい瞬間にこうできるのはこれ気持ちいい。はいはいはい。コーナリングってどうですか？あのね、何も聞かされなかったら四駆を走らせてる感があんまないね。はい、あ、そうですか。うん、こう切ったら切った分だけこうクイックにね、曲がってってくれるから、これも楽しいところですよね。レーシングドライバー横溝もトータルバランスの高さを絶賛。言ってもやっぱ車高もちょっとあるじゃないですか、うん、この手の。だからなんか重たいものがこう上でこう動くのかなと思ってたけど、はい、全然そういう感じがない。ないですね。路面をしっかり捉えて、はい、張り付いてる感じがあって。そうですね、うん、そして足元を引き締めるのがカーボンブレーキ。そのポテンシャルをサーキットで感じた中尾は、あ、ブレーキすごい。すごいでしょ。ここが速い。今速いっすよ。あ、いえ。サーキットで走ったらすげえ楽しかったです。楽しかったですよ。レーシングカーに乗ってる感じがすげえあって、なんか必然的に今左足でブレーキしてた。だ、一般車結構右足でブレーキして、レーシングカーは左足なんですけど。続いてメルセデス AMG GTC をインプレッション。僕以前あの GTS は乗ったことがあるんですけど、はい、もう5年も前なんですよ。だけどその頃の感覚いまだに覚えてて、めちゃくちゃ良かったなっていう印象があるんで。パワーは557馬力。中尾が以前乗った GTS より47馬力パワーアップされている。パノラミックルーフ、そして可動式のリアスポイラーを装備。標準はスチールブレーキだが、オプションでカーボンブレーキが用意されている。そして最大の進化が四輪操舵システムが搭載されたこと。駆動輪である後輪が操舵輪と逆を向くことで曲がりやすくなるというもの。まずはコンフォートモードでスタート。でもやっぱこの車も軽いし、低いし、あ、いいっすね。走り出しは意外と静か。ここでスポーツプラスにしてみると、あ、スポーツプラスとかにすると急にやっぱレスポンスも上がりますね。まあ、なんかエンジンサウンドもね、いきなりこう、はい、太くなっていいっすね。トルクモリモリだな。はい、5年前の GTS と比べては、いや、やっぱりいいですね。コーナーも楽だし、うん、切んなくても曲がってくるんじゃないかな。確かにあのコーナーの角度に対してあんまりステアリングの打角がないなと思ってて。そうなんですよね。いや、それだけね、リアのそのタイヤがこう動いて、はい、四輪操舵すごい効いてるんですね。ちなみに時速100キロ以上では操舵輪と駆動輪が同じ方向を向き、安定性が高まるという。足もそこまでなんか跳ね感みたいなのないんで。そう、あの路面のそのゴツゴツするような感じはあんまり受けなくて、はい、そうですね、こう路面をこういなしてしっかりこう、はい、走ってる感じがする。実は走行状態に応じてダンパーの減衰力が随時調整されている。 FR でやっぱりこのトルクモリモリの車ってやっぱ一見ちょっと踏んだら怖いなとかっていうところがあるんだけど、この車に関してはすごいね、安心感がある。そうなんですよね、うん、限界領域の高さを感じた横溝は
最大のパフォーマンスを発揮するレースモードを選択。ああエンジンのレスポンスもこのレースモードで上がるな。レースモードまで行くと、うん、スリルはあるかな、うん、別の車ですよ、ね、別の車になった。多分レースモードにして横水さんは左足がブレーキに乗りましたね、うん、そうインプレッションを終えた中尾は GTR ニスモも、はい、AMG GTC も、うん、やっぱもうめちゃめちゃ楽しいですよね今は、はい、この車がこのメーカーで一番の究極だと思うけど、うんはい、レースで培われたデータがまたフィードバックするからこの車たちがもっと進化してくると思うんですよね、うん、だし僕思ったらやっぱり、うん、ベースがこれだけ素晴らしい車を、はい、さらにプロの人たちがレーシングカーにしてレースするわけでしょ、はい、GT300 クラス、うん、それは面白いわと思ってそれは面白いわ。それが何台もあるわけでしょ。何十台あるの、うん、今期もだからめちゃめちゃ楽しいですよ。もうすぐですね、はい、スーパー GT2021 年シーズンの開幕戦は4月10日予選、11日決勝、岡山国際サーキットを予定しています。ドライバーラインナップが大きく変わり、新たなドラマに期待が膨らむスーパー GT2021 年シーズン。GT ドライバーたちは強い決意を胸に秘め、シーズンの幕開けを待っている。本当に正念場だとも思いますし、開幕まであと1ヶ月、 GT500 注目の若手が決意を語る。電撃移籍、松下信春27歳。世界レベルのレースをやってきたので、そこの経験をやっぱり生かしたいなっていうのが一番根底にあって。2015年、 F1 を目指す松下はホンダのドライバーとしてヨーロッパへ渡る。そして F1 直下の GP2、FIA、F2 に参戦。しかし昨年シーズン半ばで参戦を断念することとなった。その段階ですぐにニスモの方から連絡をいただいて、ずっと見てて、ドライバーとして魅力的っていうことは言ってもらってて、ハイレベルなチャンピオンシップで自分が走りたいっていう思いが一番強いので、そういう意味でもやっぱり日本の最高峰、本当に500にはどうしても乗りたかったんですね。新たな戦いの舞台は国内最高峰の GT レース、スーパー GT。 チームは日産カルソニックインパル GTR、 パートナーは平峰和樹、そして監督は元祖日本一速い男、星野和義。厳しい人なんで、早ければドライバーとして活躍してほしいし、遅ければクビだからっていうような、そういうスタンスだと思うので、今まで育ってくれたホンダスターの人たちにも、やっぱりこうホンダでのキャリアもがこう、それだけ濃いものだったんだなっていうことも証明したいし、っていう意味でもやっぱり最初にインパルさんで走らせてもらうっていうのは、本当に正念場だとも思いますし。フォーミュラ一筋の松下にとって GT フル参戦は今季が初めて。よってパートナーとマシンを共有する経験も薄いが、乗り味で全然こうセットが違うってみんな言う人いるんですけど、僕はそれは全く思ってなくて、一番速い車は誰が乗っても一番速くなきゃいけないと思うんです、ね、だからそれはドライバーが合わせるところだと思うんで、自分の力も示せるところでもあると思うんで、なんていうんですかね、もうワクワクはしてますね。松下にとってまさに勝負の年となる。そして新たな飛躍へ挑む男。責任というか、いい意味でプレッシャーを感じてます。世界初公開、話題沸騰のコンパクト SUV。 チームを移籍し飛躍への挑戦が始まる坪井翔25歳。パートナーは au スープラ関口雄飛。
GT500 3年目を迎える坪井は開幕を前にこう語る。残念ながらスーパー GT はまだ勝利がないので、まずは1勝したいっていうのは強く思ってるんですけど、昨年一時はランキングトップに立ち活躍を見せたものの、勝利には手が届いていない。結構走るとどっちかっていうとアグレッシブなタイプだとなんとなく思ってて、結構ファイターなのかなというふうには思ってます。それが、たまにちょっと行き過ぎちゃう部分もあるんで、そこは気をつけなきゃいけないなと思ってます。持ち味は果敢にオーバーテイクを狙う攻めの走り。いやー、坪井翔が入った、思いっきり入った。14号車。 GT で勝利はないものの、昨年スーパーフォーミュラで2勝を挙げランキング3位と躍進。成長を遂げた坪井には大きな期待がかかっている。ここでしっかりタイトルを取りに行かなきゃいけないんだなっていう、まあ、責任というか、いい意味でプレッシャーを感じてます。まずは GT500 初勝利、そして狙うはチャンピオンだ。 GT500 ルーキー大湯俊樹22歳。 GT デビューとなる昨年 GT300 クラスでルーキーとは思えない速さを見せた大湯。組織が2位浮上だ。さらにスーパーフォーミュラで勝利を挙げ存在感をアピールした。すると GT500 に大抜擢。笹原右京とタッグを組みレッドブル NSX で戦う。 SRSF で、笹原選手は本当卒業生の同期で、同じく、まあ、ステップアップの押してきたドライバーですし、このスーパー GT500 で一緒に共になって戦えるっていうのは本当に楽しみに思っています。では初の GT500 をどう見ているのか。このリングスピードとかも GT300 とは比にならないスピードで走っていて、 GT500 は大きいダウンフォースがかかる車になるので、そこら辺含めてスピード面で楽しみにしている部分はありますね。ルーキー大湯の活躍に期待したい。話題沸騰のコンパクト SUV が登場。ホンダが新型ベゼルを世界初公開。目を引くのはボディ同色のグリルが印象的なフロントマスク。ボディサイズは公開されていませんが、先代と比べ薄くシャープな印象。 1.5 リッターガソリンエンジンとハイブリッドが用意されています。ついに GR ヤリスにロックオン。